はい、今回はですね、ライブのね、この上の部分、こういう風にずらっとありますけど、について触れてみようかと思います。ここのタップっていうところはね、タップテンポなんで、ここに例えばMIDIをアサインして、このパッドをここ今アサインしました、タップに。この状態で、ここをね、叩くとそのテンポで音楽が鳴ってくれるということですね。このくらいのテンポで叩いてみますね。じゃあちょっと早めに叩いてみますね。でゆっくり。次にね、ここのね、こう2つあるんですけど、これは何かというとね、ちょっと曲を速くするためのやつなんですね。これをじゃあ今度、タップをちょっと消して、この2つをね、あのパッドにアサインするとね、再生してる時にここを押してる間はちょっと遅くなるんですね。で今度こっちを押してる間はちょっと速くなるんですよ。これもね、何ですかね、ちょっとだけそのタップテンポとはまた別に、ちょっとだけ遅いなった時にこの速くなるのをこう押してやると、でちょっとだけ遅いなった時にこう遅くなるのをこう押してやるみたいな感じで使うわけですね。で次はここですね。これは表紙なんで、4分の4とか4分の3とかなんで、クリックの方で、聞くとわかるかな。まあ、これはまあ単なるあの表紙なんで、まあ、普通は4分の4で OK だと思いますね。で、あとはこのクリックですね。これをやるとあのピッポッポって鳴るっていうね、ここが1からあの録音するときとかにガイドになるクリックですね。で、これはね、あの追従するボタンで、追従ボタンのところはね、この環境設定の中で、環境設定のね、このルックフィールっていう部分ですね、ここのタブの中のここの自動スクロール動作っていうところのページになってるんですね。今だとこのページ単位でこうペロッペロッっていくふうになってるんですけど、これをスクロールに変えて、鳴らしてみると、これをねまたオンにしてちゃんとで再生するとこんな感じで、ずっとその現在位置が真ん中にあってこう流れていってくれるみたいな。で、次がですね、ここは今の現在の再生位置が出てるんですね。現在の再生位置が出ています。それで、隣にあるのがね、これが再生ボタン、停止ボタン、レックボタンですね、録音ボタン、この3つは面白いことに再生と停止と録音ボタンあるけど、早送りとか巻き戻しボタンがついてないんですね。だからこれはすごくエイブルトンのすごく特徴だと思うんですけど、やっぱりテープレコーダーではなくて、レコードプレイヤーとか、CD プレイヤーとかに、CD プレイヤーでもないな、うん、やっぱレコードプレイヤーに近いんですね。だから、常にその、何ですかね、リニアで、リアルタイムでね、鳴り続けている楽器として設計されているってことですね。で、あとこのオーバーってボタンですね。このボタンはオンにしとくと、MIDI の時だけに使うんですけどね、 MIDI の録音をするときにこれがオンになってると、その重ね取りができるんですね。で例えばここにね、 MIDI のクリップ1個作りますね。ダブルクリックして、でこれを、下をね、ここを録音状態にして MIDI のクリップをで、こうやって走らせますよね。そうすると、ここを走らせますよね。そうすると、ここが青いままで、一度作った MIDI のクリップに、録音できなくなるんですけど、ここのオーバーオンにすると、こういう風にして、すでに作ってある MIDI クリップに対して、重ね取りができるんですね。だから、例えば、こんな風に録音できます。で、オーバーオフにしとくと、こういう風に再生しかできなくなるんですけどね。これに下線取りをしたいなと思った時だけオーバーを押すんですね。
からね、ミディの録音するとき、ミディのこういうクリップをね、録音するときに、こうやって鳴らしといてね。こうやってちょっと練習をして、これでいいなとなったらオーバーをして、それで、こんな感じの、なんていうんですかね、使い方ができます。はい。で、ちょうど今隣に、来たこのね、赤くなってるこのボタン。このボタン何かというとね、このボタンを押すと、アレンジャービューの方に戻るんですね。状態が。アレンジャービューが、こんな感じのね、音楽を録音してあるんですけどね、これを例えば、今アレンジャービューで録音した状態ですね。それでアレンジャービューとは違うものをねこっちで鳴らすと、その瞬間にここが赤くなるわけですね。でこれが今なって、これもまあいいけど、 元の状態はどんなんだったっけと思った時に、このボタンを押すとね、元の状態になんか分かるって感じでね、ちゃんとこの記号がね、アレンジャービューのマークに戻るっていう風な矢印がついてるんで、一応こう表現ができてるんですけどね、こういう風にして。で、次が隣にあるこのワンバーですね。これはクリップを鳴らした時にクリップがきちっと鳴るように、その鳴るタイミングをここで決めてるわけですね。で今で言うと、例えばこのクリップが鳴ってね、次のクリップに行く時のタイミングが、これを選択した後にちょっと待ってから、1小節単位でここがワンバーになってるんでね、1小節単位で次のクリップに移るってなってますよね。で例えばこれを8小節とかにもできるんで、8小節の単位にしたら次のを押してもなかなかならないんですね。もうずっと待ってますよね、こんな風にして、ずっと待って、その8小節の節目が来るまで待ってるわけですね、こういう風にして。でもっと細かいのももちろんあるんでね、これを8分の1とかにした場合には非常に細かく変わります。こんな風にする。でこれを一切オフにすることもできるんですね。これにするとビートとは合わなくなりますね、正確に押さないと。これはもう押した瞬間に切り替わるんで、そういう風になってます。まあ、通常はここはこのワンバーにしとくといいですね。で、隣のこの鉛筆マークですね。この鉛筆マークは、こういう風な、MIDI のね、編集の時にとかに使いますね。ここが鉛筆のマークになってますよね。で、これを、鉛筆のマークをオフにするには、ここを押せば、矢印のマークになるんで、こういう風にしてこう、こうやって動かしたりとかできるわけですね。でまたここを押すと、鉛筆になるんで、こうやって書けるっていう、そういう切り替えですね。であとはまあこういう今アレンジャービューにね切り替えましたけどね、アレンジャービューで例えばここにオートメーションをこうやって書くときとかにも鉛筆のマークにしとくと、こういう風にして音量の操作がね今書いたんですけど、こういう風なのを書き込んだりとかするときも、この鉛筆マークするってことですね。で、次にあるここがね割とあんまりみんな使ったことがないかもしれないんだけど、ここにあるのがね、ここをやってオンとオフにすると、ここにある小節のところからここにある小節分だけ、録音するっていう、いわゆるパンチインパンチアウトっていうのができるわけですね。ちょっとやってみると、例えば、ここのトラックにね録音してみますね。こういうベルの音なんですけどね、ちょっとこれで録音してみます。ちょっと今からこれを録音してみますね。こんな風に録音したとしましょう。こんな風にしてね、そうした時に、例えばここの3小節から5小節のところだけねやり直したいとか、もしくは違う音色で鳴らしたいってなった時に、そうですね、
こういう音で録音したいとしましょう。そしたら、ここをね、3ってやるわけですね。それでここを3小節から5小節なんで2小節分入れてやるわけですね。それでこことここをオンにすると、この3小節目から2小節分だけ録音するっていう風なパンチイン、パンチアウトの設定ができたわけですね。それで、この状態でまずはあの空で録音してみましょう。はい。で、ここをちょっと見ててほしいんですけどね、この状態で、スタート。こんな風にしてね、あのここの部分だけね、ちゃんと、3小節目から2小節分ね、3から5まで、ここまで空の録音ができましたよね。だから、同じ原理でね、もう一回同じことを繰り返すと、ここ録音状態にして、で、この音をね、ここにあのパンチインしてみますね。こういう風にして、この指定した場所だけ録音されるんでね、プレイバックしてみます。こんな風にして、間違えたとこだけね、差し替えるとかみたいなことがね、こういう、やるときに使うのが、ここのね、このパンチイン、パンチアウトの機能ですね。これを、黄色いのをね、オフにしとけば、普段は、これは、関係なく使えるんですけど、必要な時だけね、これをオンにすればいいってことですね。で、ここのインだけをね、例えばパンチインの方だけをオンにした場合には、そこから先は全部録音されるけど、そこより前は録音されないっていう風に使えるし、逆にこっちのアウトだけをねオンにした時には、そこまでは録音されるけど、そこから先は録音がされないっていう風に使えるわけですね。で、次が、ここのね、キーボードのマーク。ここの、マークをオンにするとね、コンピューターのキーボードで、楽器の音が鳴らせるように、MIDI のね、楽器が鳴らせるようになるんで、こんな風にして、コンピューターで鳴らせるようになるっていうのが、この、このボタンの役割ですね。はい。で、次がですね、このキーってのを押すと、コンピューターのキーボードを例えばクリップの再生とかに割り当てができるようになるんで、例えば、ここのね2つのこのところに、そうだな、ここを例えば、1ってのを割り当てて、でここを2っていう風にするしますよね。そしてここの、K ってのをもう一回押します。そうすると、これをしたときに、このクリップの切り替えとかに例えばこういうふうにしてコンピューターのキーボードを使うっていうふうにできるわけですね。そういうふうなのがここのキーですね。で、ここのキーの隣の MIDI っていうのもこれをオンにすると、MIDI がアサインできるんで、今度は、ここのじゃあドラムのこの切り替えに、じゃあここのね、このパッドをこうやってアサインしますね、こうやって。そしてここのミディを、こういう風にして戻すと、このパッドをね、これで鳴らせると。こういう風な機能ですね。で、あとここにあるね、ちっちゃいインジケーターあるでしょ。これっていうのは何かっていうとね、こういう風にして、何かをアサインした時に、キーボードでもミディでもいいんですけどね、何かをアサインした時に、それが鳴ってる、アサインす、ミディかね、キーボードのどっちかでね、アサインしたものを受信してる時にね、ここがインジケーターとして点灯するんですね。で、ここはね、あとは次がここですけど、ここは CPU の負荷ですね。再生してるときに、今9%、今 9% 使ってたけど、止めると 4% とかね。
で隣のこの D っていうのはあのハードディスクの、 あの負荷がかかっている時とかにハードディスクがちょっと読み出しが追いついてませんっていう時にここがねオレンジ色に光ります。その時にはそのクリップの方をねその細かく分けすぎてるとかそういう時には、例えばあのラムにしてやるんですね。前も確か喋りましたけど、そこが細かく点灯する時にはここにあるねこのラムってのをオンにしてやるとハードディスクからあの直接再生するんじゃなくてあのメモリの方に溜め込んでくれるんでねあのハードディスクの負荷がかからなくなるんでこれをオンにしてやるとかそういう風にして対策できます。で、最後にねここにあるインジケーターはこれはあの MIDI を受信した時になるやつなんで、こういう風にしてねあの鍵盤とかを弾いた時にここがあの光ってくれるんでねちゃんと受信のしてるかどうかっていうのが分かるんですね。だからここが光ってるのに音が出ないとかいうことがあった時にはちゃんと MIDI の信号がこうやって来てるとだけど音が出ないって時にはじゃあ MIDI の信号が来てるってとこまでは確かだっていうのが確認できるわけですね。だから、何か設定を変えたら、なるはずだとかそういうふうな問題の切り分けをする時とかにここは役立ちますね。まあ、以上上のこの部分ですね。これの説明でした。最後まで見てくださってありがとうございます。